ではまずはウィッグから洗いましょう。水かぬるま湯に柔軟剤を入れ、こすったり揉んだりすると痛むので。こうかな。はい。またむずいかと。ウィッグの洗いすぎも良くないんですね。帰ったぞ。悪かったな、2週間も。お邪魔してます。わかんない。別にやましいことしてないよ。聞こえ出しちまって。全然大丈夫です。しかしおめえよく救ったな。何これ。形になるのか最初分かんなくて。いや、こことかこの辺とかも。そうなんだ。やっばー、やっばー。あー、私ガチで五条くんの好き。とりあえずおじいちゃんといるため。え、嘘嘘、え、好きてか、かなり好き。五条くん好き。分かんないんだけど。てか、どうしよう。めっちゃ可愛い。着きました。ちょ、よかったらうちで食ってくかい。え、うん、まー。五条くん料理。うち両親いなくて俺がやってる。私と一緒じゃん。え、父さんと二人なんだけど、中だから今一人暮らしみたいな。バイトない日は割と作ってますよ。ウィンナーご飯、一時期ハマってそればっか。牛乳飲んでヨーグルト食べてるんで、一応私料理とかできたりするし。大丈夫。ちでご飯食ってきな。そうしましょう、北川さん。やったー。おじいちゃんと喋んの楽しかったし。また明日ね。はい。マジ意味わかんないんだけど、やましいことしちゃったりして。